味に深みがあります。ジョーちゃん、コーヒーにハマってるらしいな。おじさまの入れたてが飲みたくなったもので。ああ、嬉しいこと言ってくれるね。こいつの部屋だろ、持ってあがんな。お言葉に甘えます。会社の件は会議に私も参加して思いを真剣に伝えてきた。チェーン店の構想だけじゃなくて会社の今後についてやお父様のことも。鬱陶しそうな顔の人もいたけど最後にはしっかり聞いてくれた。ものすごく緊張した。社交辞令で要人のお相手することはあったけど本音をぶつけたことなんてなかったから。経営陣の皆さんとお話しして奥村フーズは全部任せることに決めた。どのみち私が仕切れるものじゃないもの。世間の批判を真摯に受け止めていたし信頼して大丈夫だって思えたの。それで私の将来の目標なんだけど小さな喫茶店を個人で開こうと思うの。コーヒー豆からサラダまで全部自家栽培、こだわりたいの。どうかな。おじいさまがやっていたような愛されるお店、ここも雰囲気が似てるかな。ありきたりな夢よね。でもあなたに言ってもらえるとできる気がする。お店は卒業してすぐなんてつもりはないの。一時のやる気だけじゃ道楽だもの。勉強して腕も知識も磨かなきゃ。いっそルブランに弟子入りしようかしら。実感がこもってる。実際叶えるのはすごく大変だと思う。でも小さい頃からの夢だった正義のヒロインにだってなれたんだもの。強く思い描いて自分を信じて行動すればきっと叶うはず。もしあなたと出会ってなかったら、そう考えるたびにゾッとする。好きでもない尊敬もできない人のところに嫁いでひどい人生になってたかもしれないのに。一緒になれてよかった。ごめんなさい、変な言い方しちゃった。その仲間になれてよかったっていうか。くれたら私もう大丈夫。もしもあなたが大変な時は必ず助ける。人生を救われたんだもの。私の命に変えてもよ。やれるって思えるだけの力を自分の中に感じるの。我は汝、汝は我。汝ここに契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ汝、女帝の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。
よし。よし。目が冴えてきちゃった。だからその今日はもう少し一緒にいたいな。